8月11日、愛南町増田のあけぼのグラウンドで、愛南サッカーフェスティバル2019アンダー18女子の部が開かれました。愛南サッカーフェスティバルは、幼児から大人まで、さまざまなカテゴリーで開かれているサッカー大会ですが、女子サッカーの大会が少ないことや、選手のサッカー技術を高めようと、2013年から毎年この時期に開かれています。大会には、南岩高校をはじめ、新居浜商業、松山、東雲高校の3校が参加してリーグ戦が行われました。最初は友達に誘われて入ってみて、マネージャーから始まったんですけど、一回人数が足りなくなった時に、助っ人として選手で、参加した時に、楽しいなって思って、球技が苦手な、というか、運動全般苦手な私でも、試合に出れるくらいに、成長できたのは、周りの先輩方や友達や先生方のおかげだと思っています。サッカーはチームで嬉しい時も苦しい時も声を掛け合ってチームで団結するところが楽しいです。9月にある選手権で優勝することです。お願いします。あと2枚。南岩は善戦したものの惜しくも2位という結果でしたが、選手らは9月に開かれる全日本高等学校女子サッカー選手権大会の優勝を目指して意気込んでいました。